というわけで、ゲストが変わりました。はい、こちらは、日本旅行の木原さんでございます。はい、木原美智子です。すいません、途中から変わりました。じゃあ、軽く自己紹介を。はい、中島の方からも紹介があったんですけど、主に星空関係を担当している木原です。はい、実はですね、成沢さんの後輩でもあります。はい、そうです、私の、前職の、同じ会社でね、同じ釜の飯を食った仲なんですけどね。まあ先に辞めましたけど。先に辞めました。先に辞めましたけど。そうなんです。実はまあ、彼女そういう、自分と同じ会社で、まあ育てられて、で、その後独立者っていう、同じ独立組というか、で、その後日本旅行に今ね、勤務して頑張ってると。そうなんです。いうことですね。なんかどんな感じのことをやってらっしゃるんですか、今は。メインはそうですね、2つ星のソムリエの養成と、うんうん、もう1つは星空関係のプログラムで、さっき中島からも紹介があった天文教室やったりとか、あとは企業さんとか自治体さんからなんかここを利活用してこういったテーマで星のイベントしてくださいって言ったのをやったりとか、うんうんうん、まあ、星空がつけば何でもやりますみたいな何でも屋さんですね、うんうん、星空がつけば何でもやる何でも屋さんってすごくないすごくない何でもやりますって感じ。そんなにやってんのね。いや、そこなんか今ね、ちょっとこうやって話してて、あ、日本旅行の人なんだなっていうなんか実感が湧いてきた。泣きそうじゃないですか。いやいや、そんなことない。いや、実はね、こう、はい、日本旅行に勤めるかどうかお声がかかった時にちょっと悩んでね、私にちょっとですね、どうしたらいいですかねっていう、まあそんなね、東所沢デニーズでね、ちょっと悩み相談をしたっていうことがあって、はい、まあその結果こう今頑張ってるので、実際やってみてどうですか。今何年経ったんですか。2年ですね。あ、まだ2年か。そう、2020年の1月1日で入ったのでまだ2年で。そうか。入った瞬間コロナだもんね。そう、入った瞬間コロナですることなくなって。そうで、あの時どうなるかと思ったよね。いや、俺も独立したてだったからそうですよ、ね、スタート一緒だったじゃない、はいはい、なのにさやっぱ去年1年なんだかんだ未来塾とかそういったコンテンツもできて、星のソムリエ講座も順調に進み出したので、うんうん、私のやるべきこととか課題とか見えてきて、今年度2020年度はもうちょっとブラッシュアップしていこうってやっと見えてきた感じですね。結構忙しそうですよね。いやいや、おかげさまで、うん、成沢さんにもご協力いただきつついやなんか星のソムリエ講座は、はい、今結構どこもやってないじゃないですか。あ、そうですね、うんうん、あ、でもまあちょっと視聴者さんのために、うんうん、星のソムリエについてちょっと軽く説明してもらっていいですか。はい、山形大学で始まったんですけど、うんうんうん、その星空をガイドする人を育てようっていう星空案内人資格認定制度っていうのがありまして、うんうん、で全国で北海道から沖縄までいろんなところで開催されていて、で私と成沢さんの前の職場も開催していて、で日本旅行も私が入社して2020年の10月から日本旅行会社としては初めて講座を開催して、で、まあ、資格なので規定の科目はあるんですけど、それにのっとりつつ資格の制度としてその実施団体のオリジナル出していいよっていうのがあるので、そこのプラスアルファでツーリズムとしておもてなしだったりとか添乗員みたいな要素を加えたその講座を日本旅行の方ではしてます。うんうん、それってなんで日本旅行さんでその星のソムリエ講座をやろうと思ったんですか。会社の目的としてはそうやってガイドできる人を増やしていって、うん、で市場が拡大するとやっぱ案内する人も必然的に増えていかなければ、いつまで経っても私と中島が現場に行ってやってるではいつまで経っても成長しないので、まずそういった人を育てましょうっていうのと、もう一つは私の、まあ、キャリアの目標でもあるんですけど、星で食べれる人を増やしたいなっていうのがあって、まあ、そのためには専門的な知識もいるし、じゃあ、まあ、旅行業界として成立するようなおもてなしだったりとか心構えも必要だし、そういった部分をちゃんと持ち合わせた人材を私たちの方で育成して、でそれで育った人がもうフリーランスで星だけで食べていける世の中になったらいいなと思って、そこのじゃあ基盤を作りたいなと。もともとは天文から来てる私自身はそういう人間なので、 ね、うん、そこに恩返しの意味も込めて。大学時代はやり手の部長だったんですか。大学時代は望遠鏡をスノボのバッグに詰めて原付乗って走り回ってました。原付乗ってたの。原付乗ってるイメージないな。もう
入社当時からんこいつできるなって感じしたもんね。そんなことそんなことね。で実際その星野ソムリエ講座今はまだ募集してないんでしたっけ今現在は。そうですね、今まで成沢さんも受けてもらって3回やったんですけど、うんうん、はい、今年はちょっと1回3まだやるかどうかは決めてないんですけど、もう70人ぐらい準案内人で卒業生出たので、その次のステップに進む育成にも力入れていきたいなと思っていて、うん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 、でそれが実地で試験をしなければいけないんですけど、もうここ2年コロナで全然できてなかったので、だからそこにも力入れつつ、まあ、バランスを取りながら、まあ、講座の方は運営していこうかなって考えてます、うん、また募集することもあるでしょうと。あ、そうです、その場合はソラ旅クラブのメルマガとラインで。あ、そうか、ソラ旅クラブのメルマガでね、はい、なんで日本旅行だけでやってるわけではないので、まあ、東京だったら三鷹市さんとか、それこそビクセンさんとか六本木さんとかもやってるし、知ってる団体全国都道府県、まあエリアで言えば1個ずつぐらいあるので、近くの行きやすいとこで撮っていただけたらなって思います。なんかこれからこういうことやりたいなとか長期的なんですか第二の木原を作るで、第二の木原、そう、それハードル高いじゃないのかい。そうなん、やっぱり私一人で去年、それこそ10月以降は一回落ち着いたタイミングがあったじゃないですか。でバーって一気に案件が増えて、もう週2ペースで出張行ってたら、うん、もうさすがにもう回せないなっていうのそう、だからそれだったらいつまで経っても広まらないなって本当に思うので、うん、嬉しいことに前の職場は天文業界の中にいたから、結局意見ってその界隈の人たちの意見だったんですけど、今の職場って全然天文を知らない人たちがセールスでやってきて、うん、取ってきたものに対していくとすごい新鮮な意見を聞けるんですね、うんうん、そういった視線は確かに今までなかったなとか。そうないですね、そこは勉強になります。いや、それはねすごくよくありますよ、うん、自分も YouTuber 始めてさ、うんうん、こう普段触れ合わない人とか触れ合うし、あ、そういう考え方もあるんだみたいな需要に気づいたりとかね、だからそういうこうど真ん中にいるからこそ分かんないことってやっぱ外に出るとたくさんあるよね、うん、ありますね、うん、だからそれはね本当自分も同じ気持ちで、うん、まあ、今の仕事やってよかったなって思うところなんだよね、うん、まあ、星が好きだからこそ違う観点での星の見方をすることができたっていう感じしますよね、うん、前の会社ですけどね前の会社でやっぱなんかすごいなと思って、なんだかんだで、うん、なんだかんだでって言ったらちょっとおかしい失礼ですけどね、だってね、その自分と木原さんもそうですけど、うん、岩城さんもそうでしょ、うんうんうん、で北山くんもそうじゃん、うん、北山くんは一番最初に辞めてった気しますけど、独立したと思うけど、だからそういうなんか人材を輩出してるビクセンっていう会社やっぱすごいなって思いますよね、うん、なんかあそこでねいろんなものを見て学んで、でいろんなことを感じて今に至ってるわけですから、うん、なんかお互いそういうバックボーンがある中でこうやって今も頑張ってるっていうのは非常に先輩としては嬉しいです。でその人形なんですか、それ。そう、これ見えあ、これなんすか、あ、もうちょっと左かな、もうちょっと左、あ、そう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 、これなんですか、これソラ旅クラブっていうのを普段やってるんですけど、はい、それのマスコット人形で、人形じゃない、マスコットキャラクターのソラタン、ソラタンって言います。宇宙から来た迷子の男の子なんですけど、彼には使命があって、ほんほん、地球の人に宇宙とか星空好きになってもらったら故郷に帰れるそうなんです。彼ってことは男の子なんですね。男の子です。語尾に必ずベガがつくあいつだよね。そうです、必ずベガ。よかったらこれ皆さん覚えて帰ってください。それ結構可愛いよね。あ、そうなんですよ。そう、ソラタン。そう、可愛いよね。ハロサンリオさん、うんうん、のデザイナーさんが。そうなんだ。ね、そうなんだ。あ、違う。あ、違うの。違った。なんだよ。すいません。それなんか横にするとなんか高橋のイプシロンみたいな、その口元がなんかここイプシロンになるとかそういうことではない。そういうことではないどっかで買えるんですか、これは。あ、買えないんですけど、うん、ゆるキャラグランプリ出ます。出ましょうかゆるキャラグランプリ出るの。ちょっとじゃあ将来性のあるキャラクターってことで最後ね、したっけねって言うんだけど、はい、北海道弁で、うん、いい、一緒にしたっけね、一緒にしたっけねしてくれます、はい、いいですよ、うん、一緒に後ろ、中島さん後ろからしたっけねで、本日は日本旅行さんとの対談コラボでございました、今日の動画はここまでになります。また次の動画でお会いしましょう、さようなら、バイバイ、したっけねしたっけ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 